はい、こんにちは、佐々木ひかるです。今回はね、新エヴァのこの特典、見た人100万人に配られるというこの36ページにわたる冊子手に入れてきましたんで、その話ということで、もうね、この、シンジとミサトさんのこの表紙というだけでも素晴らしいですが、なんとこれ、ね、にわかに噂として、空白の14年間、歯と球の間のお話が収録されているのではという、にわかに信じがたい、の噂が流れてましたが、この中身ね、ご紹介したいと思うんですけど、さすがにこれで全部見せちゃうとさすがに問題なので、今、チラッとね、チラッと、ビビ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 、こういう感じ。はい。というわけで中はね、ラジオ形式でお話していきたいと思います。はい。というわけで中身のご紹介なんですが、内容としてはですね、前半がその、空白の14年間のお話と呼ばれる漫画、大体16ページぐらいにわたってあって、後半はですね、おそらく作画とかを担当された方々の、書き下ろしの1枚絵ですね、が、16枚ありまして、最後にはなんと庵野さんの絵も描いてます。まあ、詳細をちょっとお話していくと、まずこの漫画の内容。で、漫画の内容は空白の14年間と言っても、割と旧の直前ですね。シンジ奪還のシーン、シンジを奪還しにようとしていく前、この漫画のタイトルがエヴァンゲリオン 3.0 マイナス120分って書いてるので、本当に劇場版の9の120分前のお話みたいな多分設定だと思います。で、地上からいよいよこの作戦を決行するぜっていうところで、アスカとマリの会話から成り立っているような形式のお話で、元はこの作戦マリがメインで補助役はアスカっていうような感じだったらしいんですけれども、なんかね、このマリがね、14年ぶりにニャンコちゃんに会うんだったら、アスカも一緒に来たらどうみたいな話をしていて、迷った挙句お弁当を持ったシンジの顔を思い出して、過去の話でシンジがアスカにお弁当作ってあげたじゃないですか。ふわっとその時の様子を思い出して決心して、アスカが14年前ね、ニアサを起こしかけた時のプラグスーツにガムテを貼って、でそのプラグスーツを着てですね、マリがあれ何そのプラグスーツ着てるのって言ったら、やっぱり私もやるとかつって、アスカがその作戦に決行していくという感じ。まあ、14年経ってもアスカの思いは少しシンジにあるのかなという感じで、作戦決行おしまいみたいな内容ですね。なんで僕もうちょっとこう14年前、なぜニアサーはね、どうやって止められたのか、火事がさ、あの新エヴァの中でニアサー止めに行きますみたいなシーンがあったけど、そういうところはあまり描かれてなくて、本当にもう、劇場版9の直前のお話みたいな内容になってます。ただ劇場版の9だったらね、ずっとシンジに対してこう怒っていたアスカですけれども、この漫画を見ると、まあ、シンジに対するアスカのなんだろうね、こうむやむやっとした気持ちがまだこの頃も少し残ってるのかなっていう感じはしましたね。まあ、新エヴァの劇中で出撃前にね、シンジのところにいて、あの頃好きだったんだと思うっていうシーンがありましたけれども、もしかすると劇場版の Q の頃もまだ少しこううやむやがもわもわが残っていたのかもしれないかなっていう、そういう漫画でございました。で、さらにこの注目がですね、書き下ろしの絵なんですけれども、まあ、素晴らしい絵がいっぱいある中、何カットか見逃せないものがありましてね、例えば、まあ、これ想像の絵なのかもしれないですけど、カラオケボックスのシーンでユイが歌ってるの、カラオケを、私があなたを愛してたことって、あの新エヴァの中でさ、全てのエヴァンゲルンをこうやっつけていくところで林原めぐみさんが歌ってるあの歌あるじゃないですか。あれをユイがカラオケで歌っていて、で奥の方のカラオケボックスの席で、玄道とシンジがあのカラオケの曲選ぶ機会あるじゃないですか。で玄道がこう難しい顔してる横で、シンジが僕はこの曲を選びたいとかって言っていて、でこの家族3人の団らんなのかなと思ったら、その室内になるとマリがいるんですよ。メロンソーダ持ってね、この玄道とシンジをなんか優しい目で見つめていて、でカラオケボックスって大体ドアが鏡になってるじゃないですか。でその鏡の向こう、要するにその、ユイと玄道とシンジとマリが歌っているカラオケボックスのその部屋の向こう、廊下ですよね、廊下、ドアに映った廊下の向こうにカジとミサトが歩いてるっていう僕完全に二次創作感のある絵ですけども、いやもしかしたらこういうね、行き違いがなければこういう世界もあったのかなっていう、めちゃめちゃいい。でさらにすごいのが、新エヴァの最後の方で綾波ですね、本当の綾波レイ、あの髪長い方の綾波レイですね、あの初号機に取り込まれてしまったタイプの綾波レイ、髪長い綾波レイとカオルくんが並んで歩いてるんですよ。なんかすんげえ仲いい感じで、あの新エヴァのラストで
綾波レイとカオルくんがこう駅の構内で立ってたじゃないですか。あの感じの割とカジュアルな服装になっていて、でその2人だけかと思ったら、なんとカオルくんが幼稚園ぐらいの男の子を肩車してるんです。だから要するに親子水入らずで、なんだろう、お散歩してるみたいな感じなんですよ。カオルくんと綾波はなんかどこかの世界でそういういい感じになってるのっていう感じなんですけど、この幼稚園ぐらいの男の子は完全にシンジの顔なんですよ。なんだよ。いやまあね、新エヴァのラストでもなんか渚司令とか言ってみたり、あ、そうか、だからカオルくんとお父さん玄道は13コンビに乗れてるんだねっていう、なんか玄道とカオルくんの関係性みたいなもちょっとまだ謎残ってますけど、いやもしかしたらね、そういうのもいいのかなみたいな感じですよね。カオルくんと綾波が2人ともね、なかなか悲しいデジを持っていますが、それがどこか、違う世界でそうやって、仲良く暮らしていて子供がいたら嬉しいですよね、シンジ君のにね。でさらに僕もう一枚めちゃくちゃ泣きそうになった絵があって、それがですね、ツバメ3歳っていうタイトルがついた絵なんですけど、ツバメ、委員長と、当時のお子さんですね、綾波レイ歌唱ですね、黒レイが、とっても可愛がってた女の子が3歳になった絵なんですけど、それがなんと、綾波レイっぽいちっちゃい人形抱っこしてるんです。泣けない？もう僕これ見た瞬間泣きそうになって、なんか綾波レイ、本当にあの我々のこの現実世界でも売ってそうな綾波レイのお人形さん、ちょっと猫っぽい感じに、デザインされた綾波のお人形さん、かわいくデフォルメされた綾波レイ、そうですね、3頭身ぐらいの綾波レイのお人形さんをツバメがすんごい笑顔で抱っこしてるっていう絵、いやもう泣けるわね。新エヴァの世界の後さ、もしかしたらあの後普通の世界の人たちは、まあ、通常の世界に戻ってツバメも、ね、成長していて、新エヴァの中では赤ちゃんでしたけども、それは成長して3歳になって、でその女の子がもしかしたら委員長が作ってくれたかもしれない、そのね、幼心に残っていた記憶に、はい、これそっくりさんの人形よっつって渡して、うわーこのお人形さん知ってるみたいで抱っこしてると想像するともう泣ける。この絵を見せてあげれないのが切ないわ。いやめっちゃいいんです。はい、今そういった絵がある中、一番最後にはなんと庵野監督がですね、おそらく27年前、エヴァンゲリオンを企画した頃に山下育人さんという多分エヴァ初号機をデザインした方なのかな、その方に対してイメージスケッチという4枚の絵を、その方にデザイン発注してるっぽいんですけども、そのデザインが要するに庵野監督の中の頭にあるエヴァンゲリオンの絵ですね。本当にもうなんだろう、エヴァ初号機のもう元の元みたいな、今のエヴァ初号機になる前の絵が描いてます。でその、山下さんという方にデザイン発注する際のこと細かな、メッセージも書いてあって、鬼のイメージ、人型である、目は2つ以上とかね、筋肉や骨格、外角とか、ちょっと猫背にしてほしいと、で人間なので、足がこう稼働するタイプで、ガンダムみたいに、足首とかこう硬い感じじゃなくて、人間見てこう柔らかく動くような感じにしてほしい、人間のアクションができるようなデザインにしてほしいとかですね、背中には大型の電池をつけてほしいとかですね、コックピットがスライド式で胸から出てくるとか書いてあったり、すごいこの時点でそこまでイメージができてたんだっていうのと、一番最後にですね、エヴァ、かっこロボットの仮名って書いてあって、まだこの頃はエヴァンゲリオンっていう名前じゃなかったのかもしれないのかなっていう、素晴らしいですね。でこの原画の一番最後にですね、庵野さんからのメッセージで、この時から27年企画を始めてから29年、もう一度エヴァを劇場シリーズとして始めてから16年、長く続いた創作と制作作業をようやく終わりました。全てはファンの皆様やスタッフ、キャスト、家族らのおかげです。本当にありがとうございました。次回作以降も頑張ります。原作や総監督など庵野秀明って書いてある。すごいわ。21年5月8って書いてますね。劇場公開後に、まあ、この企画が出たんでしょう、この冊子を作ろうといういやー素晴らしい冊子。はい、というわけでね、ちょっとあの絵のお話をね、言葉で伝えるのはなかなか難しいんですけれども、まあ、ぜひね、新エヴァラストスパートということでね、100万人にこれ配られるそうなので、欲しい方はぜひ早めにということで
見に行っていただきたいのと、本当にもう僕ですね、今日これ3回目見てきたんですけども、3回目して初めて泣いてしまいまして、ね、3回目で泣くってどういうことか、1回目で泣けよって感じなんですけど、まあそれぐらいなんかもう3回見ていくうちにも、なんかエヴァをね、振り返っていくうちにどん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 思いが募って、なんか歓喜回って泣いてしまいました。それだけ素晴らしい、この新エヴァという作品、もう僕の人生の中でも一番素晴らしい映画だったと思ってます。はい、というわけで皆さんも見に行ってください。何回でも見に行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。お相手はサボセヒコルでございました。次の動画もサビサビスー。